カルステン・ナイチェルは、ドイツドレスデン出身の元サッカー選手、サッカー指導者である。現役時代のポジションはディフェンダー、またはミッドフィールダー。1994年、ブンデスリーが昇格2年目の SC フライブルクに移籍し、初めてでプレーすることになった。1994から95シーズンは、リーグ3位となり、1995から96。 シーズンは UEFA カップに出場した。1996から97シーズンまでの3、シーズンで26試合に出場し、シーズン終了後に現役引退した。1997年に SC フライブルクのアシスタントコーチに就任し、2002年からは SC フライブルクに監督を務めた。2009年、長年 SC フライブルクのトップチーム監督を務めていた、フォルカー・フィンケの浦和監督就任とともに、J リーグの浦和レッドダイヤモンズコーチに就任した。2010年、フィンケと共にコーチを退任した。2012年、ブンデスリーガ2部、VFL ボーフムの監督に就任した。就任に際しては、リーグ界に沈んでいるチームを立て直すことが望まれていたが、順位は一向に上向かず、 半年を待たずして2013年4月に解任された。ありがとうございます。